おはようございます。今ですね、7時50分でございます。皆さん新年明けましておめでとうございます。まあこんな感じなんですけども、後からねまた仕切り直して動画撮っていると思います。はい、改めまして新年明けましておめでとうございます。今年もですね、カラスケムービーの方よろしくお願いします。今ですね、こんな感じで、ね、結構髪の毛がぐちゃぐちゃなんで、ちょっとちゃんと整えてね、和歌山駅の方に向かいたいと思います。はい、今ですねこんな感じで、準備ができました。今からですね、電車の和歌山駅行って、電車乗っていけると思います。はい、今、待機中でございます。はい、まあですね、今から和歌山駅に向かいたいと思います。はい、まあ今回はね、特急クロッシュの289系の方を乗っていきたいんで、そこのところの楽しみでございます。はい、今ですね、和歌山駅に着きました。こんな感じでね、切符入れていきたいと思います。これは、もう参ればいいのか。自動改札は便利ですね、やっぱり。はい、とりあえずね、ホームへ向かいたいと思います。はい、今、和歌山駅の4番線ホームに来ております。この画面ね、何回目だろうね、3回目ぐらいですね。あれ、去年の、まあ、去年ですね、12月、おー、奇襲で返すこともあってますね。223系の、2500番台止まっております。はい、今黒潮が来ているので、その黒潮の鉄道撮影ですね、このね、この動画の後に、アップロードさせていただきますので、よろしくお願いします。さて乗りましょうかね。乗りました。行きましょうかね。山まで来ました。こんな感じで、結構山の中ですね。はい、トンネルだということで、とりあえず、まああと1時間ぐらいで田辺着くんで、よろしくお願いします。今ですね、午後に、着きました。
午後ですね。やり直しますね、午後行き。結構綺麗ですよ、ほら。やり直したんですね、午後行き。綺麗になってるもん、エレベーターとか。エレベーターとかね、結構綺麗になってますね。お、待合室もね。ね、まあ、とりあえず。まあ、稲見ですね。海見えてくるんで、写真を撮っていきたいんで、動画撮ります。はい、今もうちょっとしたらね、木並べにね、つくんで、もうちょっとしたらね、木並べにつきます。さて、楽しみですね。ちょっとしたら田辺に着きます。はい、間もなく木田辺に着きます。久しぶりですね、半年ぶりにね、木田辺来るんで結構楽しみがね、湧きますね。はい、今車内放送が鳴ってるんでね、もうちょっとしたら、田辺に着きます。あー、楽しみです。いいところにもね、半年ぶりになんでね、まあ、どうなってるのか、そういうところですね。289系のね、特急クロショー、新宮行きですね。あ、結構田辺駅で降りる人多いんですね、やっぱり。来ました、キータナベでございます。キータナベ、車内にお忘れ物なさいませんようお越しください。着きました、ありがとう、クロシュありがとう。新宮行きでございます。長らくのご乗車ありがとうございました。はい、タナベ駅着きました。こんな正月の風景とあんまり変わらないね。さて、とりあえず、おじいちゃん家行くんで、その時にまた動画撮ります。はい、今ですね、墓に、お、あの、お父さんのお墓に来ております。行ったことないです。親父さんのね、まあ、靴屋からよ。で、前、いとこ行ってます。で、これね、今適当に歩いてるんですけども、めっちゃなんかコリコリして痛いですね。それ動画に投稿すんの？するで。お、行って一周回んのにもめっちゃしんどい。地球からの何かが感じれますって書いてたけど、あれ、ほんまに感じれんの？痛い。怪我せんときにやめといて。痛い。はい。3ヶ月ぐらいも。うん、覚えてない。ちゃうわ。今、実家の僕の家に通ります。火事だった、ところの、家に向かっております。まだ後で動画撮るかな。高尾と沖の、はい、今ですね、近くの川に来てるんですけども、水を、温度をね、ちょっと感じましょうかね。うわ、冷たい冷たい分かりきったこと。冷たい、行きましょうかね。こんな感じでですよ、元の実家はね。これやるために来たん？今ですね、ちょっとね、全国の人かもしれませんけど、今ですね、和歌山県のね、なんか今ですね、なんか津波の誤認みたいなのがなってきて、結構焦っております。はい、はい、今日は今ですね、おじいちゃん家のところにいるんですけども、今日はですね、桐崎さんが言ってたね、あのウォーリーを探さないでってやつね、僕小2ぐらいの時に入ったかな、小3ぐらいの時にね、いや、ちょっとシックスで、はい、来ましたね。はい、出てきました。誰でこれをじいちゃんに見せたいと思います。
はい、これをね見せたらどんな感じになるかやっていきたいと思います。はい、ちょっと今からじいちゃんにね、ウォーリーを探さないでを見せたいと思います。こちらウォーリーを探さないでね、僕は苦しめたねウォーリーを探さないでを見せたいと思います。今ですね外に来ております。ちょこれ見て、ちょこれ見て、おじいちゃんです、これ見て、ちょ持って、でここのこの三角を押して、ちょ持って、両方で持って、両方で、ちょじゃあ押す、こうやってパッてやってけ、ちょ見といてよ、ちょ見といて、はい、いやですね、順調にね、順調にね、ビビりました、順調にビビりました。はい、今ですね夜ご飯も食べ終わってですね、今たっかり過ごしております。ちょっとさっきはね寝れたんですけども、十分手太いですね。まあまた明日動画撮ってると思います。はい、今ですねお風呂入って、寝ようとしています。結構ねやっぱ早いですね。まあということでね、明日また動画撮りたいと思います。はい、今ですね白浜駅に、ちょっとね、寄ってるんですけども、結構ね初めて来ましたね白浜駅。田辺駅とほぼ変わりませんね、こんな感じで。結構夜の白浜駅なんですけども、入場券買って入ったらいいんちゃん。はい、白浜駅来ました。ほらこれサンダーバーね、ほらあそこ見たらわかる。はい、今ですね、平草原っていうところに来てるんですけども、こんな感じでね夜景がねめっちゃ綺麗なんですけども、プラスめっちゃ寒いです。もう星はねすごいですよ、見えるかわかんないですけど。はい、今日はですね、実家生活最後ということでね、今結構ね寝起きなんで腫れてますね顔が、でこんな感じです。はい、結構ね景色がいいですねやっぱり。まあじいちゃんにもね、結構いいことしてましたね今年も。とりあえず、父親からね、ちょっと頼み事からね、それをやってから、また動画撮りたいと思います。はい、今ですね、ということで、ゲームをしております。こちらになります。Wii Partyというね、ゲームを僕、ちょっとね、進めます。ちょっと進めて。ということで、とりあえず、やってみましょう。はい、ということでね、今日は、実家動画でした。アデュー。